皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。仮面ライダー01デラックスオーソライズバッサーです。はい、こちらパッケージを見た感じだとアサルト系のライダーが映っておりますので、まあ、アサルト系の01とバルカンですね、この2人が使う武器と思われます。まだね、本編の方では登場していない武器ですので、ちょっと気になるところではあるんですけれども、まあ、発売日にせっかくですので購入してみました。先ほど申した通りパッケージには01とバルカンが映ってますね。そして今回こちらガンモードからアックスモードに2モード変形するということで非常にテンション上がりますね。そしてパッケージには10種類の必殺技を放てと書いてありますので、いや盛りだくさんの内容みたいで非常に楽しみです。ちなみにレビューはしてこなかったんですが、僕アタッシュ系の武器でアタッシュアローを持ってるんですけど、そのパッケージと比べてもね 1.5 倍ぐらいあるんですよ。なので今回は非常に大ボリュームな武器が入ってると思われます。音箱裏面にはアサルト系の2人のライダーが映っていて遊び方の解説が書いてあります。そして今回はプログライズキーを使った遊びだけではなく、なんとゼロワンドライバーを使って遊ぶこともできるらしいです。非常に気になりますね。それでは早速開けてまいりましょう。では行きましょう。ドドン、あー重い重い、はい、というわけで、おーでかいでかいですね。おーぎゅうぎゅうに入っております。よいしょ、あーいいな、でっかい武器はやっぱロマンがあるいやーこれはね、早速遊んでいきましょう。いやいいないいな。はい、というわけで内容物としてはオーソライズバスターが1つ、ガンモードの状態で入っておりました。そして取扱説明書が別途入っております。ちなみに単4電池2本必要で、これは別途買わなければいけません。内容に含まれておりませんので別途購入するようにしましょう。っていうかめっちゃいいじゃん。とりあえず本体見ていきましょうか。というわけでちょっとね、リングライトが反射してますけれども、これがオーソライズバスターのガンモードでございます。これが2モード変形するということなんですが、とりあえず外側見ていきますと、バルカン的なブルーの色合いですね。で、金ラインが入っていて赤く丸のマークも入っております。基本的には成形色ですけども、この金ラインは粒子が入ってる感じがしますね。これは塗装なのかな。裏面は電源ボタンがあったりとかして、若干割り切った感じの作りになってますね。そしてこれアックスモードに変形するときですが、このね、先っちょ、まあ、まさかのね、銃口のこの先っぽのところを押さなければいけないんですが、ここを押しながらこれを展開すると、なんとバッタが出てきますこれ思いっきりゼロワン要素だよね。で、ここのグリップのここのね、根元のところ、ここの丸いところが押せますので、押しながら伸ばす。こうするとアックスモードに変形いたします。いやすげえよこれ、すごい。ちびっこにはちょっと重いんじゃないかこれ、子供さんにはいやでもすげえテンション上がる武器ですね。ちなみにアタッシュケース状態のアタッシュカリバーと比べると大きさこんな感じで、柄を抜かせば本体の大きさとしては長さ同じぐらいですね。ちなみにアローモードにすると大きさの比較はこんな感じです。はい、それでは電池を入れましたので電源入れてまいりましょう。オーソライズバスター、ちなみに電源をオンにした状態で変形すると、こんな感じで先っぽのね、本体側を変形させた時に音声が鳴ります。それではまずアックスモードの遊び方ですね。まず通常の状態でここの黄色いボタン絵の部分を押しますと斬撃音が鳴ります。こんな感じで遊ぶんですね。いや楽しいですよこれは。そしてプログライズキーで遊びますけど、せっかくなんでね、同時発売したアサルトウルフプログライズキー、こちら使っていきたいと思います。まあ、普通ならね、01のプログライズキーで行くべきとこなのかもしれませんが、ちょっと今パッと手元にあったのがこっちですので、これで遊んでいきましょう。おお、これはこれでプラスチックケースに入ってていい感じですね。っていうかこれさ、めっちゃいい感じじゃない。これはね、ちょっと僕レビューは出さないつもりなので、ちょっとこのままやりますけど、すげえな、ここめっちゃ反射するじゃん。絶対顔映せないやつで、ここに狼のマークありますね。これはこれでかっこいいな。それではプログライズキーでアックスモードで遊んでまいります。ここのね、赤いとこにかざすことができますので、ここにプログライズキーをかざして待機音が鳴りますので、そこでグリップのボタンを押します。待機音めっちゃかっこよくない？
で、先ほどここにかざして鳴らしたのがプログライズボンバーで、ここ実はですね、プログライズ機はめることができます。ここに入れた状態で、音声を鳴らしますとバスターボンバーですね。こちらも必殺待機音と必殺技の音声が鳴ります。めっちゃかっこいいな。待機音がほんといいね。そして今度は秘伝ゼロワンドライバーにかざしてゼロワンボンバーを鳴らしてまいります。ここにね、秘伝ゼロワンドライバーは、認識できる場所がありますので、ここをさっきのこの赤丸のところ、ここにかざすことによって、待機音が鳴ります。でーでーでープリキュアプリキュアって流れるのかなと。いやーでも待機音めっちゃかっこいいな。どれもいい感じでございます。で次にプログライズキーをかざした後に中に入れて遊ぶプログライズバスターボンバーです。そして最後はこのプログライズキーとゼロワンドライバー、それを全て使って遊んでまいります。このね、プログライズキーを中に装填をした状態で待機音が鳴ったら、また今度はゼロワンドライバーの方にかざします。続いてガンモードで遊んでまいります。この状態でここのグリップの黄色いボタンを押すと、長押ししても1回分の音が鳴ります。それではまずプログライズキーをかざして、プログライズダストですね。続いてプログライズ機を中に挿してバスターダストです。続いて秘伝ゼロワンドライバーにかざしてゼロワンダストです。そしてプログライズキーをかざした後中に入れてプログライズバスターダストです。最後にプログライズキーを中に挿した状態でゼロワンドライバーとかざしてゼロワンバスターダストです。はい、というわけで本日はデラックスオーソライズバスターで遊んでまいりました。
昨年この時期に発売されましたライドヘイセイバーは実際本編ではね数回しか使われないという悲しい悲劇を呼んでおりましたので、まあ、悲しい悲劇って頭痛が痛いみたいに言っちゃいましたけどやっぱりね登場するからにはですねたくさん使っていただきたいし実際に、ね、遊んでみたらこれ非常に遊びやすいです。ですごく面白いし楽しいしやっぱねこうやってね大きい武器斧系ってやっぱさ楽しいんですよ。振りかざしてさこう振ったりとかして楽しいんで、まあ、あんまりね一応説明書の方には振り回さないって書いてあるんですけれども、うん、そういったものはありますけれどもやっぱりね、こういう斧形状のもので遊ぶっていうのは楽しいですからやっぱ本編でもガシガシ使ってってもらいたいですね。まだ発売したばっかりですのでぜひおもちゃ屋さんの方でチェックしてみてください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。